やっぱり一緒に練習とかしてたはずなので、はい、まあ、クリスさん的にもある程度手の内は分かってるわけで、お互いに分かってるという2人ですね。これはさあ見ていきましょう。そういきなり昇竜拳飛んでいきますが、それを飛ばしていく。さあ技の振りがうまい、うまいですね。カブロしていく、完成度高いですね。ハイドス極まってます、この準備。ちゃんとプロも入っている。このチュンリーに隙はないのか。涼しい顔してますけど、涼しい顔してますね。キャベツとしてはかなり苦しいですね。ゲージも1本しかない状況。高め端、高め端は準備が平等なんで、準備が平等ですが、それを早く脱出していく力丸。マックス、これは中足が当たったら死ぬというところでキャベツひるまないですね。ガンガンいきますね。いきますね。そうですね、引いたら負けですね。引いたら負け。暴れていく、暴れていきますね。おそらく投げに行ったのかな。投げですね。暴れて切っていくキャベツ。さあファイナルラウンド、中足が入った瞬間に体力消しが引っ込んでいく。ただチュンリーはもうゲージマックスなんで、剣は慌てずに、はい、ここで入ってしまう。さあ2択の始まり、ディープ中足で鬼の2択。さあ残り1割打っていく。トワクにしてますね、今の。してますね。さあゴーリーが当たる。さあどうする、奪っていない、出ない、バンチが出るのが上手い、大パンチ。今勝利点間に合うかなと思って見てたんですけど、まさかのしゃがみ大パンチ、はい、しゃがみ大パンチ、キャベツ倒しますね。これは天才。